フィギュアスケーターの羽生結弦です。ご視聴ありがとうございます。改めまして、公式の YouTube チャンネルを開設させていただきました。たくさん登録をしていただいて、そしてコメントだったり反応をいただいて本当に嬉しく思いますし、同時にびっくりもしています。開設するまで本当に緊張してずっとそわそわしていたんですけれども、まさかここまで皆さんに登録していただいたり、また本当に世界中の方々からコメントをいただけて本当に嬉しく思います。ありがとうございます。これから皆さんが見ていただく中でやっぱり良かったなと思っていただけるように精一杯頑張っていきますので、これからまた改めてよろしくお願いいたします。このチャンネルでは主に自分のスケートを配信していきたいなというふうに思います。日常とかそういう動画はちょっと作る予定はなくて、これから自分のスケートに触れていただく機会を少しでも多く作りたいなというふうに思い、チャンネルを開設させていただきました。少しでも楽しみにしていただけたら嬉しいです。まだまだ頭の中の構想段階でしかないんですけれども、定期的に何かしらの活動をしていきたいなというふうに思っていて、その中で演技を見ていただく機会を作りたいなというふうに思います。またチャンネル名に関しても、試合の時の表記とあまり感覚が違わないように羽生結弦と、ローマ字表記にしてみました。結弦羽生にしなかった理由は、少しでも日本人らしさをちょっと出したいなみたいな、自分らしさみたいなものを出したいなというふうに思って、あえて羽生結弦にしてみました。これからちょっと頻度は少ないと思いますが、定期的に活動していきたいというふうに思いますので、ぜひぜひ楽しみにしてください。ロゴやヘッダーも見ていただけたでしょうか。気に入っていただけたら嬉しいです。本当は自分でいろいろ考えてみたり、いろんな方のアイコンを見てなんか自分でも考えつかないかなって思っていろいろやってみたんですけれども、なかなか踏み切れず、専門の方にお願いをして作っていただきました。本当にかっこいいですし、すごくおしゃれで、なんか僕なんかがこんな豪勢なものを背負っていいのかなって正直自分の中では思ってるんですけれども、ロゴに入っている氷の傷、トレースっていうんですけれども、氷の傷は実際に自分がスピンとジャンプをして、作った傷です。それを、写真で送って、それを元に描いていただいたものです。本当にリアルな質感ですごくかっこいいですよね。本当にありがたいです。ジャンプはアクセルを飛びました。皆さんも気に入っていただけたら嬉しいです。はい、いかがでしたでしょうか。こうやってチャンネルを開設させていただいて、このような形の動画はもしかしたら今後ないかもしれないですけれども、スケートの演技、そして練習だったり、そういったものを動画だったり配信だったり、このチャンネルでさせていただこうと思っています。楽しみにしていただけたらとても嬉しいです。また、すぐなんですけれども、8月10日のお昼12時ぐらいに、公開練習のイベント、シェアプラクティスっていうものをさせていただこうと思っております。メディアの方々もお呼びさせていただく予定なんですけれども、このチャンネルで、ウォーミングアップから、靴を履いて準備をして氷上に登って、練習を1時間ぐらいですかね、やろうと思っています。それをこちらのチャンネルで生配信していこうと思います。お時間がある方、そして興味のある方はぜひご覧いただけたら嬉しいです。これからこのチャンネルを開設してよかったなと、開設できてよかったなと、思っていただけるような演技をしていきたいなというふうに思います。これからも精一杯努力して一生懸命頑張っていきます。どうかどうかよろしくお願いします。ではありがとうございました。
ー。